皇居の生物省では、東京都千代田区にある皇居内で、特に豊かな自然環境が見られる、吹き上げ御園を中心に、皇居の生物省について説明する。また、東京23区内には、皇居以外にも緑地が点在しているため、この項では、皇居以外の東京23区内にある緑地の生物省についても適宜触れていく。皇居は、 東京都千代田区のほぼ中央に位置している。面積は約115ヘクタールあり、周囲は堀と市街地に囲まれ、生物多様性において島のようになっている。皇居は、観光、波水池堀によって東と西に分けられる。東はかつて江戸城の本丸、二の丸、三の丸があった場所で、現在皇居東御園となっている。西側は、 御所などがある、吹上漁園、宮殿、宮内町などがあり、中でも現在豊かな自然環境が見られるのは、吹上漁園である。皇居は、北側の荒川、入間川水系、南側の玉川水系に挟まれた武蔵野大地の先端部にあたる、比較的平坦な淀橋台の北東部に位置している。場所によっては、標高30メートルを超えており、 かつて都内の高層の建物が発達していなかった頃は東京都東部や千葉県方面を望むことができた。また、皇居の吹き上げ御苑内で最も標高が低いのは下道管堀である。皇居の周囲は堀に囲まれており、西側と北側は堀によって武蔵野大地の先端部にあたるヨドバシから切り離されている。また、皇居の東部は堀を挟んで、 低地帯と接している。また皇居内にも、銅観号などの堀が存在する。いずれの堀も、自然地形ではなく、人工的に構築されたものと考えられ、堀の建設に使用された外部から移入された、大量の石材が確認できる。皇居の隣にある気象庁での気象観測によれば、皇居付近の都市平均気温は、約15度で、比較的温暖な気候であると言えるが、 夏季の最高気温と冬季の最低気温との寒暖の差は約30度と比較的大きい。また、降水量は夏季から秋季にかけて多く、冬季には少ない。皇居からは縄文土器が採集されたことがあり、また皇居東御苑のかつて天守台があった付近には昭和30年代まで貝塚があったことなどから、縄文時代には現在の皇居付近には、 人が居住していたものと考えられている。平安時代末期には、江戸市が江戸に館を定めたと伝えられているが、現在の皇居がある地に、館があったかどうかは明らかになっていない。室町時代の交渉2年、大田道館が江戸城の築城を開始し、翌朝6元年に完成したと伝えられている。その後、大栄4年になって、北条氏綱が江戸城を落城させた後は、 北条氏の家臣である東山氏が城主となっていた。小田原征伐により北条氏が戦国大名としては滅亡した後、徳川家康が天正18年に江戸城に入城し、家康の本拠地となった。家康入城当時の江戸城は土塁のみで、石垣はなく、また、江戸城東側の日比谷付近まで海であった。現在の西の丸付近は、 産能者があって、地域の信仰や行楽地であったといい、また現在の吹上漁園付近には、極沢と呼ばれ、仏教各宗派の16もの寺があった。これは、江戸城の寺町としての機能があったものと考えられている。天正18年の入城当初は、江戸城の改築は小規模なものを行ったのみであったが、文禄元年より、西の丸の築造を開始し、 その後、慶長八年、徳川家康が聖遺体将軍に任じられ、江戸幕府が開かれた後は、全国の諸大名を動員して、大規模な江戸城拡張工事が行われることになった。江戸城拡張工事の中で、西の丸の地にあった三王社は移転され、吹上御苑の地にあった十六の寺も移転された。寺が移転された後、家康は跡地を、 大館や年寄りなどの屋敷都市、その後、1610年代半ばの慶長末期から、元羅年間にかけて、尾張徳川や、紀伊徳川や、水戸徳川や、駿河徳川や、川や越前松平家などの徳川豪山や、審判を中心とした約20や余りの大名家の邸宅も立ち並ぶようになった。この時点で、現在の吹上御苑の多くは一旦宅地化したものと、 考えられている。なお現在の吹上御苑という江戸城本体に、極めて近い場所に審判などの邸宅が建設された、理由としては、江戸城の防御面から考えて重要である、現在の吹上御苑の地に審判などの屋敷を建設することによって、防御を固めたとの説が出されている。江戸城内では、天守や多くの電車、そして多くの堀が作られた。 建設に用いられた多くの石材は主に伊豆半島から切り出されて運ばれ、現在の東京都梅市からは大量の石灰が運ばれ、白壁が作られるなど各地から建築材料が運び込まれた。なお堀の中で銅管号については大田銅管の追記時に作られたとの説もある。結局、 官営13年から官営15年にかけて、行われた外堀の築造によって、江戸城は完成することになる。明暦3年の明暦の大化によって、大きな被害をこむった、江戸城は、出荷対策などの改造が実施されることになった。まず、江戸幕府の支配体制が安定した時代には、不要不急のものとされた天守の再建が断念された。続いて、 やはり安定した時代となって、江戸城本体にほど近い現在の吹上漁園の地に、審判などの屋敷がある必要性が薄れ、その上、城本体の北西にあたる吹上漁園の地は、冬の北西方向の季節風から城を守るためにも、防火地とすることが望ましいとされ、まず明暦の大火後、徳川後三夜の屋敷などが移転され、その後は、幕臣の屋敷も順次移転されて、 17世紀末から18世紀初めの元禄、法営年間には、現在の吹上御苑の地は庭園化されることになった。吹上御苑は、徳川家信の,の代になって、全国の諸大名から沈石、名木を収集し、また大名たちに工事を請け負わせ、庭園施設の整備などが進められほぼ完成した。この時の工事によって、現在も吹上御苑内にある、 1> 約1ヘクタールの大きさの大池や、大滝と滝下の流れが作られたと考えられている。そしてこの頃以降、現在の吹上漁園付近は電磁、広芝、新加賀江の3地区に分けて呼ばれるようになった。新加賀江は南側の地域にあたり、現在は生物学ご研究所、県所、桑畑などがある地域である。電磁は、 北部の比較的標高が低い場所で、名前の通り、江戸時代には一部地域が水田とされ、毎年約米十票の収穫があったという。広芝は、新化前と伝磁の中間に位置し、やはり名前の通り広い芝地が、中央にあって、将軍の武術鍛錬や越平などに使用されていた。徳川吉宗の時代となると、実用主義をんじた。 吉宗の考えにより、多くの庭園設備は壊され、学問所や、天文所、馬場や、鉄砲所、そして酒や砂糖などの食品製造施設などが建てられ、栗、ハゼの木、サツマイモなど商品作物が植えられた。一旦予想を新たにした吹上げ御苑であったが、吉宗の建設した実用的な施設はやがて、廃絶した。火政文化で知られる。 徳川家成の時代には再び庭園としての整備が大規模に進められ、さらには全国から名所の松の苗木を40本取り寄せて山吹きの流れ沿いに植えるなどした。その後、江戸時代末期にかけては吹き上げ漁園を手入れする余裕もなかったらしく大きな変化はなかったとされる。明治維新前後の吹き上げ漁園は手入れが行き届かず後輩が目立ったが、明治年からは 皇居造営が開始され、それに伴い賢子小所が、かつての進化前と呼ばれた地区に建設された。広芝には、馬場や温室などが設けられ、さらには、かつての殿時にあった他は埋め立てられて植樹が行われる等の整備がなされた。その後昭和3年には、昭和天皇と皇順皇后が、赤坂離宮から皇居内に引っ越しを行うのに伴い、 広芝にあった馬場と温室を移転し、跡地に小さなゴルフ場が建設された。昭和天皇と皇順皇后は、休日には、吹上御園内のゴルフ場でゴルフを楽しんだが、昭和12年に昭和天皇がゴルフを止めることを宣言し、その後は芝生の管理も中止された。そして、昭和14、15年頃からは一部を除き、 吹き上げ御園内の庭園としての管理も中止され、基本的に自然の成り行きに任せるようになった。そして、武蔵野の自然の復活を求めた昭和天皇の希望によって、昭和23年以降、自然状態の武蔵野に生育する植物の移植が実施された。 1930年代後半から70年余り、庭園としての管理が行われなくなった上に野生種の移植が進められた結果、皇居の吹上げ園には、野生種の植物が繁茂するようになり、武蔵野の自然を思わせる光景が広がるようになった。皇居内の生物賞については、大正10年に皇居内の植物について行われた調査をまとめた宮城富士港が、 最初の調査と考えられる。その後、昭和54年から昭和56年にかけては、皇居内各地の樹木についての調査が行われ、昭和62年から昭和63年にかけて、皇居内の堀や池の生物についての調査が実施された。いずれの調査も宮内庁の内部調査であった。平成元年8月には、 これまでの皇居内の植物調査についてまとめた昭和天皇も執筆に参加した生物学語研究書編の皇居の植物が刊行された。そして国立科学博物館によって昭和42年より始められた日本全体の自然医師学的総合研究が終盤に差し掛かった平成6年に秋人天皇が東京の都心部にありながら 動植物が多く生息する、皇居内の生物についての科学的な総合調査を行うことが望ましいとの意向を示したことがきっかけとなって、平成8年度から平成11年度にかけて、皇居内の生物賞についての本格的な調査、そして平成12年度には補足調査が行われた。平成12年12月には調査結果がまとめられ、その後も、 さらに皇居内の動植物のモニタリング調査が継続され、平成18年には継続調査の結果が公表された。なお、平成21年から平成24年度までの予定で、第2期の皇居の生物症調査が実施されている。2021年8月には第3期調査が開始された。1979年撮影の 吹上げ御園空中写真公共周辺は、天正18年の徳川家康入場前は、海が迫り、黒松林が広がっていたとされる。その後、江戸時代初期には、審判、譜代、大名などの屋敷となり、17世紀後半からは、庭園化された。昭和初期には、ゴルフ場の造成が行われ、昭和12年以降、庭園的な管理が中断されるという経緯を、 たどっている。また、武蔵野の自然の復活を求めた昭和天皇の希望によって昭和23年以降、自然状態の武蔵野に生育する植物の移植が実施された。現在の吹上漁園を中心とする皇居の植物賞はこのような皇居の歴史を反映したものとなっている。現在の吹上漁園内の植生は一部に建物、果樹園や 田畑、バラ園、クワ畑などが存在するが、大部分は深い森となっている。平成8年度から平成11年度にかけての調査によれば、道館号の斜面など主に、吹上漁園の周辺部に広がるモチノキ、スダジー、タブノキなどから構成される、常緑紅葉樹の森、また、かつて広場があった漁園の中央部などに広がるクヌギを中心とした。 落葉紅葉樹の森が見られることが明らかとなった。宮内庁庭園化が枯れた木々や不要な樹木の最小限の伐採を常に言っており、原生林的な森林であるとは言えないが、常緑紅葉樹林は自然林に近い主構成と構造をしている。一方、落葉紅葉樹林は庭園の樹木として植えられた人工的な植生である。常緑紴葉樹林も、 落葉紅葉樹林も土壌がよく発達しており、樹木の生育に適した環境を備えていた。このような、豊かな森林と果樹園、田畑、桑畑など、里山的な要素が広がる吹上漁園では、昆虫類などの生物多様性が高くなることも、明らかとなった。またよく発達した吹上漁園内の森林内は、下記は皇居に近い気象庁よりも、約2度気温が低いが、 湿度はほぼ常時90%に達する。皇居の森によって冷やされた大気が皇居東側の日比谷、銀座などに流れていることも確認されており、皇居の森の存在が東京都深部のヒートアイランド現象の軽減化につながっていることが明らかとなった。皇居内にはかつて江戸時代の名残も残っている。まず、吹上げ行園内には巨木からなる。 ケヤキ並木が見られる。この並木の起源は明らかになっていないが、1970年代に並木の中で周囲3.3メートルあったケヤキの封筒木の年輪を確認したところ、元禄時代の植栽と考えられることが明らかとなった。ケヤキの数は大正時代以降、古によって減少していることが明らかとなっている上に、並木の中で最も太い樹木は、 周囲が4.77メートルに達するため、並木の成立が、元禄時代以前に遡る、可能性もあり、徳川家康入場以前、吹上漁園が、江戸城の寺町であった時代に、寺院の教会として植えられたとの説もある。また、吹上漁園北東部の山吹の流れには、徳川家成が、全国から、名所の松の内木40本を集めて植栽したが、 大正10年には17本程度残っていたものが、昭和61年には植え替えた松を含めても5本にまで減少してしまった。また、かつて、吹き上げ行園内には数百本の揉みが茂っていたが、明治38年頃から古紙が目立つようになり、黒松や杉の巨木も多く枯死した。揉みや杉は大正時代に改めて植えられたが、 大気汚染の深刻化などでなかなか生育できず、平成13年には皇居内の揉みは8本となっている。吹上漁園では東京都内では初めて記録された田代ンのような珍しい植物も見られる。吹上漁園で田代ンが発見されたのは平成6年7月のことであるが、天皇皇后が散策の折、 変わった植物を見つけたことが発見のきっかけとなった。一方、平成元年に発表された、皇居の植物に記載されている植物で、平成8年度から平成11年度の調査では、確認できなかった種が55種あったが、その多くが、日差しが強い環境で成長する種であるため、森林が深くなった。現在の吹き上げ漁園では、 生育が困難になったものと考えられている。苔類、地衣類について、皇居内の苔類の調査では、線類77種、苔類29種、角苔類1種の、計107種が確認された。これまで都内で最も多くの苔類が確認されているのは、自然教育園の52種で、東京都区内で皇居のみで見つかっている。ケ類は、線類十四種。 コケ類9種の23種に及び、皇居のコケ類が、生物多様性に富んでいることがわかる。また、絶滅危惧種である高麗一五毛、柔らゼニゴケが生育しているなど貴重な種が見られ、人家の周辺などに見られ都市化の指標とされる、氷炭ゴケ、ゼニゴケなどが生育しないといった特色も見られる。地類の調査でも57種の地類が確認され、うち3属。 五種は日本で初めて見つかった地衣類であった。その大部分は木陰や岩の上に飼育するものであった。他方、第一期調査では、梅の木ごけ、赤猿ヶ瀬などの大気汚染への耐性が低い大型の地衣類は、皇居内では生育しておらず、大都市東京の中心部にある皇居の環境を表している。これが第二期調査になると、 大型地位類が4種から16種に増え、梅の木ごけも見つかった。東京都が2003年に始めたディーゼル車規制による大気汚染改善が寄与したと推定されている。藻類について、皇居内の堀や水流などで行われた藻類の調査では、日本で初めて見つかった11種の卵藻類を、はじめ、156種の軽藻類、58種の緑藻類、 その他6植物門11項に及ぶ多くの藻類が確認された。吹上魚園内の流水域からは、山間部の渓流に散するとされる高層のベニマダラの生育が確認されるなど、興味深い種も確認された。軽藻類の出現状況からは、吹上魚園内の水質の濁度が低いことが示唆された。しかし、藻類全体では、 関東近郊の故障に分布する、一般的なもの、あるいは世界的に分布する普遍種の出現が多く、希少種や特筆すべき分布を示す種は見られなかった。菌類等について、キノコやカビなどの菌類の調査では、合計368種の菌類が確認された。これまで日本では発見されていない種が8種、確認されたほか、 小笠原上公約竹のようにこれまで小笠原諸島のみで確認されていた2種と日本では小笠原諸島のみで確認されていた種が一つ吹き上げ予園内から確認された。これは現在の皇居の環境が団地性の菌類に適したものとなっていることを示していると考えられる。また、死亡菌類のボタン竹の一種は 吹き上げ漁園のマテバシーの倒木や枯れ枝に多く見られ、同じ都内にある自然教育園のスダジーの倒木でも見ることができる種であるが、同族の別種で伊豆諸島の三倉島のみで確認されている種はあるものの、現在のところ他の産地が知られておらず、東京都区内の吹き上げ漁園と自然教育園の固有種である可能性が指摘されている。変形菌については、 昭和天皇が若い頃から高い関心を持っていたこともあり、調査の過程で、主に昭和3年から昭和5年にかけて、皇居で昭和天皇や側近が採集したものと判断される、標本の存在が明らかとなり、64種類の変形菌が確認された。平成8年度から平成11年度にかけての調査では98種の変形菌が確認されたが、 昭和初期に確認された種の中で19種は確認されなかった。哺乳類について、皇居内のアズマモグラは、江戸時代初期から、周囲から隔絶した環境で生き続けてきたと考えられる。皇居内で確認されている哺乳類としてはまずタヌキとハクビシンが挙げられる。共にいつ頃から皇居内に住み出したのかは不明であり、 ペットとして飼われていた個体が逃げ出して繁殖した可能性もあるが、町田市付近など、東京近郊の里山では、タヌキやハクビシンの生息が確認されており、皇居まで分布を広げた可能性もある。また1950年代の記録に皇居に、タヌキがいるとの説が載せられていることから、タヌキについてはかなり以前から生息し続けている可能性もある。 タヌキとハクビシンについては、赤坂御用地内でも生息しており、特にタヌキが多く生息している。タヌキは10頭以上おり、フンの調査から、皇居の生態系内で餌を得ていることが判明している。その他皇居内で生息が確認されている、哺乳類としては、アブラコウモリとアズマモグラがある。皇居内に生息する哺乳類の中で、 自然分布と考えられるのは、アブラコウモリとアズマモグラのみである。アブラコウモリについては、皇居内で確認されているものの数は少ない。これは、現在の皇居内がかなり深い森となっていて、高木が多いため、アブラコウモリが餌を取るために必要な、開けた場所に乏しいことや、皇居内には夜の明かりが少ないため、アブラコウモリの餌となる小型の昆虫が集まってこない。 ことが原因であると考えられる。アズマモグラは本州東部に分布し、東京23区内でも畑が残っている場所の多くで生息が確認できるが、市街化が進むと姿を消してしまうために山の手線、内側ではほとんど見ることができない。皇居内では多くのアズマモグラの生息が確認されているが、 遅くとも皇居周囲の堀が完成した1630年代には、皇居のアズマモグラは、周囲の環境から遮断され、その後は、皇居内で生息を続けてきたものと考えられている。しかし DNA の延期配列を調べたところ、現在皇居に生息するアズマモグラは、東京都日野市に生息するアズマモグラと高い同一性を示し、関東地方に生息する。 アズマモグラと種として、同一のものと見て良いことが分かった。爬虫類、両生類について、ウシガエルの大繁殖の結果、皇居内の爬虫類、両生類、昆虫類の生息に悪影響が現れている。皇居内で確認された、爬虫類は、カメモクのクサガメ、アカミミガメ、スッポン、トカゲアモクのヤモリ、トカゲ、カナヘビ、ヘビアモクのアオダイショウ、シマヘビ、ヒバカリである。 またカメモクのイシガメ、ヘビアモクのジムグリは、かつての目撃例などから生息している、可能性があるとされる。また皇居内の環境は、ヤマカガシの生息環境として適しているとみられるが、これまで確認されていない。これは皇術のウシガエルによって、ヤマカガシの子ヘビが捕食され尽くした結果である、可能性が指摘されている。また、ハチュウ類は、 カナヘビやシマヘビのように極めて確認された数が少ないものがある。皇居内の両生類の分布は、爬虫類以上に特徴的である。皇居内では、三生を目の生育は確認されず、カエル目でも、アズマヒキガエル、アマガエル、ウシガエルの三種しか確認されず、生育しておかしくない日本アカガエル、東京ダルマガエル、ツチガエルは見られない。またウシガエルは、 皇居内各地で極めて多くの個体が確認されるが、アズマヒキガエルとアマガエルの個体数は、ウシガエルと比べて多くない。これは明らかにウシガエルが在来種のカエルの生育を強く圧迫した結果と考えられ、皇居内の日本赤ガエル、東京ダルマガエル、ツチガエルはウシガエルによって絶滅に追いやられたものと考えられる。またウシガエルの大繁殖は、 皇居内の昆虫類の生育にも大きな影響を与えている可能性が高い。在来種の爬虫類、両生類の中で欠けた種が見られる原因は、ウシガエルの大繁殖によるものと考えられるが、皇居内で何らかの理由で一旦数が減少していく種が現れた場合、堀に囲まれた皇居という閉ざされた環境では、周囲から、 新たな個体が入り込むことが非常に困難であるため、絶滅を防ぐことが困難であることを示している。鳥類について大鷹の定住の結果、皇居の鳥類症は大きく変化した。皇居内では昭和25年頃から野鳥の調査が断続的に続けられてきた。その中で皇居の鳥類症が常に変化をし続けていることが明らかとなっている。 変化の中には1950年代に皇居内の樹木を傷めるという理由から追い払われた詐欺類のように人為的な理由で分布が変化した鳥もあるが自然環境の変化によって大きな変化を見せた種も多い環境変化によって分布が大きく変化したことが明らかなのは冬季に越冬を行うカモ類やオシドリなどが昭和50年頃と比べて激減したことである これはかつて皇居内で見られなかった、猛禽類のオオタカやノスリが住み着くようになったため、カモ類やオシドリが激減したものと考えられている。なおオオタカは、カモ類の次に、サギ類などを捕食するようになったが、猛禽類の存在によって、皇居内から多くの鳥類が減少するとやがて、主にハシブトガラスを捕食するようになり、東京都内で数の増加が目立つ。 橋ぶとガラスも、皇居内では、数の増加が抑えられるようになった。また、昭和50年頃には、冬鳥ないし稀に観察される冬鳥であったカワセミ、コゲラ、白石霊、ヒヨドリがほぼ一年中見られる流暢となった点が、大きな変化として挙げられる。カワセミなどの鳥類が、東京都区内など都市部に進出していることは、鳥類の都市化現象として知られており、 皇居の鳥類症も鳥類の都市化現象が現れていると言える。また皇居や赤坂御用地内の川瀬見については、東京都区内の緑地を経由して、南関東各地に移動していることが明らかになりつつある。昭和50年頃以降、詐欺類と川うのコロニーが皇居内から消滅したことも、大きな変化の一つとして挙げられる。 前述のように詐欺類は1950年代に人為的に皇居から追われ、その後も猛禽類の皇居内定着による捕食の増加といった事情は認められるが、各地で詐欺類が多く生息する詐欺山の消滅が伝えられるなど、生育環境の悪化などによって詐欺類自体も減少している可能性が指摘されている。魚類について皇居内の同漢号からは、来 ゲンゴローブナ、ギンブナ、ドジョウ、モツゴなど、一般的な淡水魚10種が確認された。また、ハスイケボリからはカムルチーが確認された。同感号、ハスイケボリからは、皇居外堀で見られる、外来魚のブラックバスや、ブルーギルは確認されなかった。また、皇居内のギンブナの遺伝子を確認したところ、すべて3倍体、内し4倍体のメスであり、 皇居内の銀ブナと遺伝的に全く同一の銀ブナが広島県の河川に生息していること。また、皇居の内堀の中で上道観号には銀ブナ以外の鯉、船類の生息が確認されていないため上等観号の銀ブナがどうやって繁殖しているのか明らかになっていないという興味深い謎が残っている。甲殻類について皇居の内堀からはスジエビが多く採集された。 皇居の内堀にはスジエビ、テナガエビ、ヌカエビ、アメリカザリガニの4種のエビ類の生息が確認された。4種とも低地の生水域に生息するエビ類であり、テナガエビの採集された数は少ないものの、他の3種については多くの数が採集された。しかし、同感号の中で最も自然度が高いと考えられる上同感号からは、 アメリカザリガニの生息は確認されなかった。カニ類については、皇居東漁園で、サワガニの生息が確認された。そして内堀に生息する、モツゴ、ギンブナ、ゲンゴローブナ、エビ類からは寄生性の甲殻類が4種見つかった。陸生甲殻類としては、当客目16種が採集され、短客目は2種採集された。 わらじムし目のうち四種は新種であり、中にはパプアニューギニアに分布の中心ガール族など、南半球に多い種が二種あるなど、興味深い種が見られる。また都市で、最も一般的に観察されるわらじムしの生息が確認されず、深い森を好む東京コシビロ団子虫が皇居内のわらじムしの中で、最も一般的な種であった。十六種のワラジムしは、 一般的な都道府県全体に生息する、わらじ虫目の数に匹敵する数であり、共に皇居が豊かで多様な自然環境に恵まれていることを示していると考えられる。また土壌性の底ジンコ類は3種が採集された。3種共に一般的な種ではあるが、底ジンコ類自体が一般的に里山のような人の手が入る地域での生息が難しく、 産地の森林のような安定した自然環境に生息する種であるため、皇居の森が産地の森林のような安定した自然環境にあることを示している。大和類について、吹上魚園内で確認されたムカデやヤスデなどの大和類は合計41種であり、うち7種は新種であると見られる。日本の大和類の中で比較的よく調査が行われている。 千葉県の大足類は73種とされるため、吹き上げ漁園からは、千葉県全体で確認されている足類の半分以上に当たる数の種が確認されたことになり、これは、皇居の森の豊かな生物多様性を示していると考えられる。また皇居内の大足類で特徴的な点としては、冷温帯に分布の中心がある種が確認されず、暖温帯から亜熱帯にかけて、 分布の中心がある種が多く見出されたことが挙げられる。吹上漁園内の大和種類の生息状況は、商用樹林帯のものであると考えられ、これはかつて、江戸城の建設が本格化する江戸時代以前、吹上漁園付近は、シーやカシを主な樹種とした、商用樹林であったことを示唆している。カニムシ類についてカニムシ類の生息状況からも、 かつての皇居の環境と現状の自然環境について示唆する興味深い結果が出た。皇居内に生息が確認されたカニムシは4種であり、関東地方北部の山林でのカニムシ生息調査では、皇居内で生息が確認された4種を含む6種が確認されており、皇居内の生息種が少ないことがわかる。カニムシ類は一般的には、 自然が良好に保全されている森林環境を好み人為的な自然の攪乱に弱く人の手が入るとすぐに生息できなくなる群とされているまた皇居内に生息するカニムシ類の中ではチビコケカニムシが多く見出されたがこの種はカニムシ類の中では虹林に多く生息するなど自然の攪乱に強い種とされておりこれらのカニムシ類の生息状況からは 江戸時代初期に吹上魚園の多くが宅地化されて以降様々に手を加えられていったためにカニ虫の生息に適さなかった時代があったことを示している。しかし日本の温暖な地域の森林帯で多く見られる胸と月地チカニ虫も吹上魚園内で多くの生息が確認されていることから一旦大きく拡乱された吹上魚園内の 自然環境が確実に回復へと向かっていることも明らかとなった。クモ類について、平成8年度から平成11年度にかけての調査の結果、皇居内からは30種141種のクモが確認された。それ以前の調査で確認されていたが、平成8年度から平成11年度にかけての調査では確認されなかった4種を含め、145種の 雲が確認された。その後平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査の中で新たに20種が確認され、これまでのところ皇居内からは165種の雲が確認されている。東京都内の公園では、これまで自然教育園からは181種、赤坂御用地からは100種、時は松御用邸からは64種、 上野公園からは69種の雲類が確認されている。東京近郊の八王子市からは300種余り、玉川水系からは約240種の雲類が確認されており、深い森林があり、田畑や桑畑など里山に近い環境も備えているなど、現在の皇居が多様な自然環境に恵まれている。ことを考えると165種の雲類の生息と、 言うのは決して多いわけではない。皇居内の雲類の種が比較的少ない理由としては、皇居の地は江戸城追記以前、海岸沿いの地であったために、もともと霊温帯や産地性の種に乏しかった上に、江戸初期には吹上御漁園が一旦宅地化し、その後も庭園やゴルフ場になると、 クモ類の生息に望ましくない環境となった上に、江戸期以降の周辺の都市化の進行に伴い、緑地が減少してクモ類が、皇居の地にやってくることが困難となる、等の理由で、個体数の維持が困難となり、多くの種が絶滅したものと考えられている。皇居内に生息するクモ類や皇居よりも多くの、クモ類が確認されている、自然教育園のクモ類は、 伊豆諸島に生息する雲類と多くの種が共通している。火山活動により誕生した伊豆諸島は島としての歴史が比較的浅く、雲類は海を渡って分布を広げた種が中心となっている。皇居をはじめとする東京都区内の緑地の雲類が伊豆諸島の雲類との共通点が多い事実は皇居などに分布するモ類の多くが伊豆諸島に分布するモ類と同じく、 風によって運ばれて分布を広げていった種であることを示している。これは生育環境の悪化によって一旦大きな打撃を被った皇居の雲類であるが自然環境の回復に伴い移動能力の高い種を中心に再び皇居に戻りつつあることを表している。そのため現在皇居では移動能力が低いと考えられている地表性の雲類などが少ない 大都市東京の中心部にある上に周囲を掘りで囲まれている公共内に再び移動能力が低いクモ類が移住することは非常に難しいと考えられている。しかし種の数としては多くはないが移動性が低く東京や横浜などではほとんど見ることが難しくなったクモ類や全国的に見ても希少な種なども公共内に生息していることが確認されている。 ササラダニ類、クマムシ類、ミミズ類について、皇居内からは、新種一種を含む39か68種のササラダニ類が確認された。皇居内で確認された、ササラダニ類の中には良質な自然環境で見られると、される種が複数見られることが明らかとなった。またかつて都内の明治神宮、とどろき渓谷。 日立宮邸、武蔵村山市と国分寺市の雑木林で行われた、ささらだニ類の調査結果と皇居での調査結果を比較すると、皇居のささらだに生が最も自然度が良好であるとの結果が出された。これらは、皇居の良好な自然環境を示していると考えられる。クマムシ類は4家9族21種の生息が確認された。 クマムシ類からもこれまで南アフリカの2種のみしか確認されていなかった属の新種が発見された。ヒーモウ類は3か4属20種が確認された。うち4種が新種であった。自然教育園など東京都内11カ所の調査結果と皇居でのミミズ類の調査結果を比べると、皇居で確認されたミミズ類の種が最も多く、 森林が発達し不要土に恵まれた皇居が、ミミズの生息に適した環境であることが判明した。陸産海類、淡水海類について、皇居内の調査の結果、淡水性の海類は13種、カタツムリの仲間である、陸産海類は40種確認された。淡水海類の中には、外来種も見られるが、ドブシジミ、マルタニシ、モノワラガイなど、かつては、 日本各地の水田などで見られた普通種であったものが、現在は激減して都市部では、ほとんど見ることができなくなった種も確認された。ただし、淡水海類は魚や水草などの移動に伴って、人為的に持ち込まれることが多く、皇居の場合では、ホタルの繁殖のために、川に名が持ち込まれていることが確認されているため、皇居内の現在の淡水海類分布が、 自然分布であるかどうかははっきりとしない。陸産海類は、宮内町が管理する盆栽のもとなど、人工的な環境に生息する、外来種や拡乱された環境を好む、在来種と、樹林体に生息する、主に在来種の2グループに分けられた。人工的な環境に生息する種からは、新たに外国から移入してきたと考えられる2種の新種が発見された。 また、樹林帯に生息する種は、奥多摩や神奈川県内の丘陵地にある自然林などで見られるものの、都市部では、ほとんど見られなくなった種が多く見出された。これは、江戸城の建設以前からの生き残りである、可能性もあるが、一旦宅地化され、その後も、庭園やゴルフ場などが作られた後、昭和23年以降、武蔵野の自然を蘇らせることを願った。 昭和天皇の希望により多くの植物が移植された経過を考えると移植に伴い外部から持ち込まれた種である可能性も否定できない。皇居内で生息が確認された陸産海類の中で最も興味深い種は新種と考えられる神戸様イマイ類の一種と絶滅危惧種であるヒログチコギセルである。ヒログチコギセルは 海岸付近に見られる環境の変化に脆弱な種であるとされている。前述のような理由から皇居内の分布は自然分布ではない可能性もあるが、現在の皇居がかつて海岸沿いにあった時代から生き残ってきた可能性もある。このような都市部ではほとんど見られなくなった陸産海類が多産することからも皇居の陸産海類衣装が豊かであることを示している。 動物性プランクトン等について、皇居内の銅冠号、発水池掘り、人工池である、久子池では、平成8年度から平成11年度にかけて、動物性のプランクトン等、微小生物の調査が行われ、続いて、平成12年度から平成16年度にかけて、継続調査が実施された。これまでの調査の結果、皇居の内堀である、銅冠号、発水池掘り そして、久子池からは、原生動物、ワム種類、エラー種類、シオリア種類が、合計63属130種確認された。軽藻類の出現状況と、同じく、皇居の内堀と、久子池で確認された、淡水性の動物性プランクトンには、希少種や得意な分布を示すものは見られなかったが、赤坂御用地の庭園にある池で確認された種は53。 続87種であり、赤坂御用地の池よりも多くの種が生息していることが明らかとなった。水質の分析からも、皇居の内堀は、比較的良好な自然状態が保たれていることが分かっており、淡水性の動物性プランクトンの高い、生物多様性が保たれた貴重な環境であることが明らかとなった。また、東京都区内とその周辺では、 自然の故障は、仙属池、三宝寺池、井の頭池、忍ばず池などしか見られず、またため池も少ないため、水質が、比較的良好で豊かな生物多様性が、保たれている皇居の内堀は、東京都区内やその周辺の中では、淡水性動植物の貴重な生息地であると言える。トンボ類について、皇居内のトンボ類については、昭和62年、 昭和63年に行われていた調査結果を合わせて8か27種が確認された。続いて、平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査の中で6種が確認され、皇居内からは8か33種のトンボ類が確認された。東京都内の一つの区全体で確認できるトンボ類は、おおむね20から30種であり、 皇居内からは一つの区全体と同程度の種数が確認されている。また皇居内からは東京23区内からはほぼ絶滅したと考えられていたベニートトンボ、小砂絵、青山の生息が確認されるなど、東京の都心に位置し面積も限られる皇居の環境を考えると、皇居のトンボ症は豊かと言える。公共のトンボは道海合や撥水けぼり。 生物学ご研究所の水田や灌漑施設、吹き上げ漁園内のお池やその周辺の流水、湿地帯などに生息している。そのため生水域や湿地帯を好むトンボは多く見られるが、皇居内の流水は規模が小さすぎる上に流れも遅いため、河川などの流水域に生息するトンボは生息が困難であるためほぼ見ることができないという特徴が見られる。また、 平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査では、超トンボが皇居内に定着した。反面、都市部でも生息が確認できるアカネ類が著しく減少していることが判明した。皇居内は流水域は欠けるものの、恵まれた自然の中に多くの水域があるトンボ類にとって極めて恵まれた環境下にあり、 多くのトンボ類が繁殖している。特に小さなは、東京23区内では、皇居以外での繁殖が確認されておらず、また皇居で繁殖したトンボ類が皇居外に移動している、可能性も高く、トンボ類の生息地として、皇居の存在は貴重である。直子類について、バッタやゴキブリなど直子類の昆虫は、皇居からは45種が確認された。 種構成としては、武蔵野で見られる普通種が中心であるが、東京都区内では確認されなくなった種が多く、確認されている。他の東京23区内で行われた、直種類昆虫の調査と比較しても公共内の直種類の種数は多く、やはり公共が豊かな自然環境に恵まれていることを示している。アブラム種類について、 平成8年度から平成11年度にかけての皇居内の調査の結果、95種の植物に寄生していた2か95種のアブラムシが確認された。そして、平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査の中で新たに20種が確認され、皇居内からは計115種のアブラムシが確認されている。アブラムシは、 一般的には寄生する植物を選ぶ傾向が強いが、植物を選ばず寄生をする多植性の種もあり、都市化が進行すると多植性の種が増加する傾向が知られている。これは都市化の進行が植生を単純化させるため、機種を変えながら生息を続けることのできる多植性の方が生存に有利であるからと考えられる。また、アブラムシ類は、 原生的な自然環境よりも、適度に人の手が入る里山的な環境の方が種の多様性が高くなることも知られている。皇居内のアブラムシ類の構成を見ると、多色性の種は約5%に過ぎず、また近年人の手が入らなくなったために、関東地方の里山では見ることが少なくなった、種の多くが普通種として確認された。また、 千葉市内の里山で行われたアブラムシ類の調査、結果と皇居内のアブラムシ類の調査結果はよく一致しており、庭園的な管理は行われていないものの最低限の手入れは行われている。吹き上げ漁園の環境は、アブラムシ省から見ると、里山的環境であるといえ、アブラムシの生育に適した環境であるといえる。貝殻虫類について、貝殻虫類については、 新種内種未記載種と考えられる12種を含む9か127種が確認された。構成種を見ると、C、タブなど商用樹林に生息する種が中心となっているが、伊豆半島や三浦半島沿岸の普通種で確認されなかった種も多く、皇居の貝殻虫症は関東南部沿岸の中でも北端にあたる貝殻虫症であると考えられた。 また皇居が分布の北限となっていると考えられる貝殻虫が9種確認されたがヒートアイランド現象に伴う温暖化によって生息が可能となったと見られる種が複数確認されているまたもみにのみ寄生するもみにせかき貝殻虫が皇居内にわずかに残る江戸時代に植栽されたと考えられるもみの古木から確認されたこの種は知られている皇居に 最も近い生息地は、東京西部の奥多摩山地と房総半島の清澄山であり、皇居近郊からは全く知られていない。もみにせかき貝殻虫は、もみの古木とともに、江戸時代から生き続けてきたものと推測されている。皇居の貝殻虫症を分析すると、やはり都市化の影響も強く見られるが、 公共近隣の都市部の普通種の内9種が確認されず、産地性の種が8種、分布が限られている種が6種確認されているなど、公共が都市化の影響を強く受けながらも豊富かつ、多様な植生に恵まれた、都市に生息する、貝殻虫以外の種も多く生息する環境である、ことが明らかとなった。カメムシ目について、皇居の内堀からは、現在東京都内では、 ほとんど見られなくなった氷虫の生息が確認されている。アブラムシ、カイガラムシを除くカメムシメは41か214種が確認された。確認された種の多くは関東地方で見る普通種であるが、かつて東京都の区で行われた調査ではいずれも確認された種が200種に及ばなかったことから、皇居のカメムシ目は豊かであると言える。ただし、 陸産のカメムシ目については、本来の植生は、江戸城追記以降大きく改変がなされ、これまで多くの植物が植えられてきた経緯を考えると、植物の移植に伴い持ち込まれた種もあると考えられ、単純に自然分布とみなすことは無理があると考えられる。一方、アメンボなどの水生のカメムシ目は、一般的には移動能力が低く、また、 道館号などの内堀に、カメムシ目の昆虫が持ち込まれる状況が考えにくい、ことなどから、以前より生息していたものと考えられる。皇居内の道館号付近は、昭和天皇の希望によって、吹き上げ漁園と同じように最低限の管理のみ、行われており、自然に近い環境が保全された結果、氷虫などの都市化に伴う環境の拡乱に弱く、東京都内では、 ほとんど見ることができなくなった種が生息している。また、トンボ類と同じく水性のカメムシメも生水域を好む種中心の分布であることも特徴として挙げられる。水性のカメムシメはトンボ類と同じく昭和62年、昭和63年に調査が行われているが、この時の調査で確認された種のうち5種が 平成8年度から平成11年度にかけての調査では確認されなかった。ご主とも昭和62年、昭和63年に確認された時、生息数が極めて少なかったため、平成8年度から平成11年度にかけての調査では見落としをした可能性もあるが、約10年の間に絶滅した可能性も否定できない。水生カメムシ類は、 一般的に移動能力が低いため、東京の都市部に囲まれている公共では、一旦絶滅してしまうと、再び公共内で生息することは極めて困難で、あると考えられる。アザミウマについて、公共内の調査によって、参加十四種のアザミウマが確認された。中には、未記載種内市日本で未記録である種が十数種あり、うち一種はこれまでのところ公共以外では、 確認されていない種である。皇居内のアザミウマ類の特徴としては、まず種の多さが特筆され、その他にも植物を食べる種が多く、これは皇居内の豊かな植生を反映しているものと考えられた。また豊かな森林があるのにもかかわらず、森林の落ち葉層に生息するアザミウマがわずか一種しか確認されず、 神奈川県逗子市内の林などでは10種以上の落ち葉草に生息するアザミウマが確認されており、これも皇居のアザミウマについての特徴と考えられる。ガについて、東京都区内では稀になったが、皇居での生息が確認されている大型ガの大水青公居内からは、平成8年度から平成11年度にかけての調査で、42か514種のガが確認された。 皇居内に生息する蛾の中でまず注目されるのが、大水青である。大水青が属する山眉蛾蛾は、かつては、東京でも6種が記録されていたが、現在東京都心部で生き残っている山眉蛾蛾の蛾は、皇居に生息する、大水青のみとなった。これは、山眉蛾のような大型の蛾は、環境の悪化に弱いために、 都市化の進行に伴う環境の悪化によって次々と姿を消したこと、東京都内で数を増している橋沸ガラスの格好の餌となることも原因と考えられる。皇居内の大水青の生息数は少ないが、確実に生息し続けている。皇居内の川、山眉が海外にも枯葉がか、柿場がか、シャチホコがか、 一人画かの衰退が目立ち、一方で陶器に成中となるヤガかの霧リガ類や、尺画かの冬尺類は、玉丘量を上回る多くの種が確認された。また皇居内で確認された霧リガ類と冬尺類は、上緑樹林に生息する種が多く、落葉紅葉樹林に生息する種が少ない。これは、皇居の森が深くなるにつれて、落葉紅葉樹林産の種が衰退していると、 考えられている。そして、霧が類と冬尺類は多色性の食性を持つ種が多いことも分かった。皇居内の霧が類と冬尺類が多色性である事実は、食草が限定されるシャチホコガカが皇居では、ほとんど見られない点とともに注目される。皇居内のガンの分布で、地衣類を主に食べる一人ガカのコケガが発見されなかったことも注目された。苔は、 平地から高山帯までどこでも見かける普通種であるが1970年代の光化学スモッグの影響で東京都区内の地衣類は壊滅的な打撃を被ったと考えられその結果地衣類を食べる苔がも大打撃を受けたとみられる1980年代以降は東京都区内の大気汚染は改善傾向を見せ地衣類も回復してきたその結果 自然教育園などでは、苔がが確認されるようになり、東京都区内に苔がが戻り始めてきたことが分かったが、周囲を堀に囲まれた皇居では、堀が障害となって、苔がの回復が遅れているものと考えられた。そして、平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査の中で、皇居内で苔がが確認され、ようやく皇居にも、 コケガが戻り始めたことが明らかとなった。蝶について、東京都区内では姿を見ることが少なくなったが、皇居では多くの蛇行上げ派が確認されている。平成8年度から平成11年度にかけての調査で8か37種の蝶が確認され、平成13年度から平成17年度まで続けられたモニタリング調査の中でさらに11種が、 確認されたため、皇居内では、合計48種の蝶が確認されている。皇居内では、蝶の中には、東京都区内で激減している、邪行アゲハ、つまき蝶、トラフシジミが多く生息していることが確認され、皇居が貴重な蝶類の生息地であることが明らかとなった。東京都区内では、皇居以外でも蝶類の生息状況の調査が行われている。 それによると、自然教育園では47種、新宿御園では24種、時は松御用邸からは21種、足立区、本淵豪公園からは27種の鳥類が確認されている。それぞれの緑地で確認された鳥類のうち14種が共通種であり、また大型緑地である皇居と自然教育園、新宿御園の確認された鳥類も高い一致が見られた。 これは、東京都区内には、大小の緑地が点在しており、鳥類は、各緑地間を移動しながら、分布を維持していることを示していると考えられる。また、大型緑地の明治神宮での鳥類が種数が、少ないのは、常に、公園管理が行われているために、草原や林園で生育する種が見られないためと、考えられる。つまり、皇居内で、 多くの鳥類の繁殖が見られるのは、緑地としてある程度の面積がある上に、最低限の管理のみが行われている。よく発達した森林、湿地、田畑や果樹園などといった様々な環境に恵まれているからであると考えられる。甲虫類について、東京都区内ではすっかり見かけなくなったが、皇居の森では多くのノコギリクワガタが生息している。 平成8年度から平成11年度にかけての調査で73か738種の甲虫類が確認された。東京都区内ではごく少なくなったノコギリクワガタが多数採集されたり、大水スマシなど東京都区内では絶滅した可能性が指摘されている。水性甲虫類の生息も確認され、また湿地性のカブトムシやゴミムシ類や コガネムシ類の中で低地では稀である種も確認されるなど、高い生物多様性が見られることが分かった。皇居の高中症の特徴としては、伊豆諸島や三浦半島との関連性が高いと考えられる種が複数見つかっていることなど、武蔵野のノクヌギや、コナラ中心の落葉紅葉樹林に分布する種よりも、カシやタブノキなど商葉樹林に分布する種が中心となっている。 また海岸製のカブトムシである茶色チビゲンゴロウが確認され、これはかつて皇居がある地は海のそばであったことを示す可能性も指摘されている。皇居からは2家39種のカミキリムシが確認された。カミキリムシ症に関して言えば、かつて武蔵野の雑木林に生息していた種がほとんどであり、特内ではほとんど見られなくなった種が多く確認された。 皇居内で採集された、甲虫類の中で、特徴的な結果が出たのが、羽根種類であった。羽根種類は、平成8年度から平成11年度にかけての調査、そして、平成13年度から平成17年度まで、続けられたモニタリング調査の結果、5か161種が確認された。皇居内の羽根種類は、落ち葉内に生息する種が多く、 また湿地性の種も多く見出された。しかし孔子が退化して飛翔力を失った、移動能力が低い種は全く観察されなかった。これは、吹き上げ漁園は、江戸初期には一旦宅地化され、その後も様々な利用のされ方をする中で、森林性の羽各かく種類は姿を消し、現在、皇居に良好な森林環境が戻っても、 移動能力の低さゆえに皇居に戻ってくることが非常に困難であるためと考えられる。蜂類について、平成8年度から平成11年度にかけての皇居内での調査の結果、48か513種の蜂類が確認された。幼虫が植物の葉を食べるハバチ、木チ類は7か60種が確認され、うちハバチ科の一種は新種であった。 捕食規制性のヒメバチジョカ、ヤセバチジョカ、カギハラバチジョカ、コンボヤセバチジョカ、タマバチジョカでは合計160種が確認され、うち9種が日本では初記録の種であった。小型の捕食規制性のコバチジョカでは日本での初記録種3種を含む103種が記録された。アリ類に関しては49種が確認された。アリ類に関しては、 東京都区内で比較的調査が進んでおり、大田区、中野区、板橋区などで確認されたアリ類の種数よりも、皇居で確認された種数が多く、また都心部に多く見られる人為的に分布を広げていると考えられる種が皇居内ではほとんど確認されなかったことが、皇居のアリ類の特徴として挙げられる。また、性暴浄化に属するチ類は酸化18種。 確認され、うち3種は、サイ種であると考えられる。スズメバチやミツバチなど、針を持つ、有権類の蜂類は18か128種が、確認された。皇居内の有権類に属する蜂類の特徴としては、大型のスズメバチ類が多く、逆に穴チ類が少ないことが挙げられる。穴チ類が少ない理由は、穴チは都市化による。 自然環境の格乱に弱い種であると考えられ、東京の中心部にある皇居はやはり都市化の影響を受けているものと考えられる。しかしかつては東京都内でも観察されたが、現在埼玉県の平野部でも見ることができない胸赤リバ鉢が確認されるなど、かつての武蔵野に生息していた種の依存種とも考えられる種も観察されている。 皇居内で見られるミツバチはその多くが日本ミツバチである。皇居内では複数の日本ミツバチの巣が確認されているが、西洋ミツバチは数が少ない。これは、養蜂の巣が皇居近くにない上に、スズメバチが多い皇居ではスズメバチを防御する手段を持つ日本ミツバチの方が生存に有利であるためと考えられている。 総種類についてハエやカなどの総種類は、平成8年度から平成11年度にかけての皇居内での調査の結果、525種が確認された。東京都区内では見られなくなった日本の園を媒介することで知られる小型アカイエカの生息が確認され、ユスリカカでは74種が確認され、うち4種が日本での初記録種であった。 また74種のユスリカはこれまで玉川流域全体で確認された種数に匹敵する数である。廃類の調査結果からは東京郊外の玉丘陵の雑木林で見られる種との同一性が高いが団地である商用樹林帯に生息する種が混じっていることが分かった。また街中のゴミなどで繁殖する種は少なかった。 ハエの中で症状媒は77種が確認された。東京都内の中心部にある皇居からは、人家周辺に多く分布する症状媒も多数採集されたが、その一方、皇居の症状媒症は、千葉県清澄山にある東大園周林で行われた症状媒症の調査結果とよく一致していることが判明した。これは、清澄山の演周林と皇居が、 同じ商用樹林帯にあるとともに、円州林内の森林、草地、水系といった多様な環境と同じような環境を、皇居が備えていることを示している。皇居の症状映え症からは、皇居の環境は、全体としては、森林的な環境であり、その中に、草地や水辺という環境が含まれていると考えられ、そのような環境が豊かな生物多様性を維持している。 ことを示唆している。また、皇居の症状場への調査からは、薪を症状場へ、二筋症状場へ、一串症状場への3種については、皇居内では、秋の10月末から、翌年の5月頃までは観察されるものの、夏季は高地帯へと移動するためにほとんど見ることができず、また周期になると皇居に戻ってくることが確認された。そして人工的な環境を好む。 症状場への多くも、春から夏にかけて低地から高地へと分布を拡大する、ことが分かってきた。つまり皇居は、東京の都市部に囲まれた閉鎖的な自然環境である、ことは事実であるが、外の自然環境とのつながりも維持されており、皇居の自然環境の維持ばかりではなく皇居外も、生態系の維持も、やはり重要であることを示している。カマアシムシ類について、 皇居では参加16種のカマーシムシ類が確認された。皇居で確認されたカマーシムシ類は日本の断音帯、音帯に広く分布している種であったが、これまでの東京都区内で行われたカマーシムシ類の調査で確認された種の数を上回っており、やはり皇居の森の環境が豊かな自然を保っていることを示している。また、皇居のカマーシムシ類には、 安定した、必順な環境を好むカマアシムシカは少なく、乾燥した環境に適応できる、クシカマアシムシカが多く見られるという特徴が見られる。これは大都市である、東京都区内の中心部にある皇居の環境による、ものである可能性が指摘されている。そして皇居内で採集された、カマアシムシ類の中には、個体内に、同一の種としては、 大きな差異が見られる種が複数見られる。これは、皇居内に外部から移植された樹木に伴い、異なった場所から同一種が持ち込まれたことによって、皇居内の釜足虫類の中に、同一種としては、大きな差異が見られるようになった可能性がある。飛び虫類について、飛び虫類は12か74種が確認されている。自然林や、 人為的影響が小さい二次林で確認される飛び虫類は50から80種とされ、皇居で確認された74種という飛び虫類は、皇居の良好な自然環境を示している。皇居の調査によって確認された飛び虫類の中には、日本で初めて記録された種が2種確認されたとともに、明治38年に横浜で発見されて以降確認されていなかった。 玉飛び虫が再確認された。皇居は現在は大都市である、東京都の中心部にあるが、タ種シ類、雲類などの状況から考えると、16世紀末の徳川家康の入場以前は海に面した、商用樹林帯であったと考えられる。江戸幕府の成立後、江戸城の建設が本格化し、現在の吹上御苑も、御三屋の邸宅など宅地化され、その後も、庭園。 ババ、そして、昭和になってからは、ゴルフ場と様々な利用のされ方をすることになった。そのような中、武蔵野の自然を蘇らせる希望を持った昭和天皇の意向で、昭和12年以降吹上御園の公園的な管理は中止され、さらには、昭和23年以降、武蔵野に自生する植物の移植が進められていった。その結果、 最低限の管理が行われていることと成立の経緯から原生林とは言えないものの、現在の吹上漁園は、豊かな森林に覆われるようになり、大都市の中心部としては、異例の豊かな自然が見られるようになった。また、吹上漁園内には田畑、桑畑などがあって、里山的な環境もあり、小さいながらも流水域と湿地帯も見られるなど、 極めて多様な環境に恵まれており、大都市の中心部にあるために都市に適応した種も見られる点を含めて、極めて多様な生物種に恵まれることとなった。また皇居は関東平野本来の自然環境を現在見ることができる場所であると考えることもできる。それぞれの分類群で皇居を都内の他地方では見られなくなってしまった動植物が、 多数生息する場であるとの言及があるのは、その意味である。しかし、アズマモグラなど、江戸時代以前から現在まで生き残り続けていると、考えられる生物も存在するが、16世紀末の徳川家康の江戸城入城以降、姿を消していった生物も多かったと考えられる。特に都市化の影響は、多くの皇居内のモミ杉の大木が枯れるなど、 明治末頃から顕著となり、公害問題が深刻化する1970年代には、高科学スモッグによって、地衣類が打撃を受け、ガの仲間のコケガが姿を消すなど、近代以降多くの動植物が姿を消したと考えられる。大型地衣類については、現在もその姿が見られない。公共の生物賞の構成要素としては、外部から意図的に持ち込まれた植栽や、 それに付随する生物の移動も重要である。例えば、江戸時代に植栽されたみと共に生き続けてきたと考えられる貝殻虫の仲間のモミにせかき貝殻虫の存在や、漁園内の落葉紅葉樹の森は、かつて庭園であった時代に植栽された木々が林になったものと考えられ、現在の吹上漁園の生物章にも江戸時代に庭園化された時代の影響が残っている。 そして、陸産海類、カメムシメのように植栽によって持ち込まれた可能性が高いとされる種も見られる。また、陸産海類など多くの分類群で外来種と考えられる種の存在も確認されている。また調査の中で、藻類、ササラダニ、ミミズなどいくつもの分類群で新種や未サイ種が発見されている。それらについては、皇居が持つ 豊かで多様な自然環境を示しているとともに、クマムシについてはこれまであまり調査されていなかった環境から見つかったことなど、これらの群についての調査研究がこれまで十分に行われていなかった点が、皇居の生物省調査で新種や未記載種の発見が相次いだ原因と考えられる。そして皇居は都市部に囲まれている上に周囲には、 堀があるため、移動能力が低い種は皇居に戻ることが困難である。皇舟が退化して飛翔力を失った、移動能力が低い羽根隠し類、地表性のクモ類、カニムシ類やコケガなど、自然環境が回復してきた現在もその姿を見ることが少ないはこのためであると考えられる。現在の皇居の自然環境は、海によって隔絶された太陽島の環境に類似しているともいえ、 ウシガエルの大繁殖によって、両生類、爬虫類、昆虫類に大きな打撃が加えられている現状も、外来種によって在来種が拡乱される事態が発生する太陽島の事例に近いものがある。その一方、症状倍症に見られるように皇居の環境が外部の生態系と関連を持っていることが明らかな事例もある。鳥類やトンボ類、 カワセミのように皇居をはじめとする東京都内の緑地を移動しながら生活したり分布を維持している例も見られる。このことから皇居の生物症は閉鎖性が強いとは言え外部との関連が見られないわけではなく皇居をはじめとする東京都内の緑地は生物の生存環境を守っていくためにも重要であることがわかる。猛金類であるオオタカの定住により 皇居内の鳥類賞に大きな変化が生じたように、皇居内の生物賞は一面では常に変化を見せている。皇居の地が持つ環境的特性とともに、江戸時代以前からの歴史的な経過の中で育まれて、行った皇居の生物賞は、大都市東京の中心部にある貴重な自然環境として、最低限の維持管理のもと、保全され続けている。 国立科学博物館選法以上の参考文献のうち、国立科学博物館選法第34、35、36、43号集裁の書論文は、シニアにて、国立科学博物館選法第49、5 5号集裁の書論文は、科博にて個別に閲覧可能。ありがとうございます。